はい、おはようございます。原田農園です。今日は9月25日ですね。月曜日です。今日はナスの収穫作業はないんですが、白ネギをですね、またいつものように出荷していきたいと思います。今日はですね、結構霧がすごいです。霧がナス畑もよく見えません。はい、こんな感じで霧がめっちゃすごくて、霧雨に合ってるような感じですね。はい、今ですね、ブロッコリーの圃場の方にやってきました。ブロッコリーもだいぶ大きくなってきました。トウモロコシを植えてた圃場なんで、ちょっとトウモロコシがところどころ出てますが、まあそれは関係ないと思います。徐々にですね、大きくなってるので成長が楽しみです。はい、ブロッコリーの圃場でした。はい、アスパラの圃場に来てます。霧がすごいんで、結構朝露がだいぶついてますね。この間の台風で、ちょっと倒れたところがそのままになってます。そしてですね、もうかなり、何本ぐらい出てるんだろう。2、4、6、8、2、4、6、17本ぐらいになってますね。JA さんはですね、指導員さんは5本ぐらいにしろという話だったんですけど、もうちょっと手が回らなくて放置プレイでもう17本ぐらいですね、になってます。結構もう太めのアスパラ出てきてます。鹿児島でですね、ハウス栽培されている方からコメントをいただきましてですね、結構今のこの状況かなり大きいみたいで、このまま行くとですね、来年の春芽がかなり取れるみたいなので、心して頑張っていきたいと思います。はい、こちらですね、アスパラの圃場でした。はい、今からですね、今白ネギを収穫中なんですが、白ネギの根間にですね、草がたくさん生えてますんで、こちらですね、バスタ、はい、バスタ、こちらを、こちらの除草剤を根間にですね、散布していきたいと思います。あと、今から白菜の冬峠を、定植していくんですけど、そちらの畝もだいぶ前に立ってですね、結構草が生えてますんで、そちらにも、除草剤の方を散布していきたいと思います。はい、それでは頑張っていきます。
はい、道の駅で売れ残っ道の駅はですね、隣の農家産直市で、売れ残ったちょっと変色した竹パウダーを今からコンポキャスターで、攪拌して圃場に散布していきたいと思います。はい、今日はですね、ニンニク、玉ねぎ、そしてラッキョ、こちらのですね、圃場の準備を
しました、竹パウダーとですね、あと石灰、こちらを混ぜて、散布してですね、抗菌していきました。また近いうちにですね畝を立てていきたいと思います。はい、この動画面白いと思われる方はいいね評価よろしくお願いします。あとチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは。